戸野村茂げる12月23日から1961年7月28日は日本の小説家。本名は戸野村茂る。東京帝国大学経済学部卒。出自である大見商人の世界を客観的に描いた草いかだで注目され、いかだ、花いかだとともに長編三部作を成して高く評価された。落日の光景。 見を尽くしいは私小説の極地と評される。滋賀県神崎郡南国歌唱村近藤出身。近藤は近世から近代にかけて、大見商人発祥地として栄えた土地である。殿村家も江戸時代から代々続く木綿問屋で、しげるは殿村義太郎の三男として生まれ、保守的な環境で育つ。滋賀県立税税中学校卒業。 第三高等学校文科高類卒業。東京帝国大学経済学部卒業。大学在学中の1925年1月、第三高等学校時代から、3攻撃研究会で進行のあった、梶井い次郎や中谷高浦と同任し、青空を創刊した。11月に、川端康成の同任し、文芸時代から、文芸辞表を依頼されて帰稿するが、 名前を誤植され、戸野村茂と印刷されたため、以後それを筆明とした。大学卒業後、父親が急世したため家業を継ぐが、やがて弟に家業を譲り、1933年に阿佐ヶ谷へ移って、小説家として再出発し、宇の物語を発表。中谷の紹介で、麒麟同人となる。1935年、当時連載途中だった。 草井加田で第1回、芥川龍之介賞候補となる。クサイ田は1938年に完結し、第5回、池谷新三郎賞を受賞。また、草井加田完結時に再び第8回、芥川龍之介賞予選候補となるが、先に池谷新三郎賞受賞が決定したことも影響し、受賞することはなかった。戦後、伊カ田と花井カ田を発表し、 草いかだとともに、伊かだ三部作と呼ばれるようになる。いかだで1956年の第9回、野間文芸賞を受賞したほか、1961年には、三を尽くしで、第12回読売文学賞を受賞している。また、1949年に、同郷の知事領一から、違法人を見せられた際、際新小説に同作を掲載するよう推薦した。 との村の推薦により、違法人は、新小説に掲載され、翌年、同作によって、辻は、芥川龍之介賞を受賞している。1961年7月28日、上学癌のため、東京医科史科大学医学部附属病院で死去。最初の妻である、八木氏と徳子とは、帝大在学中の1924年春に、徳子が助給をしていた。 六本木のカフェで知り合い、親からの感動状態の中で同性生活を送っていた。その後徳子は心臓病と戦中戦後の栄養失調によって1948年に死去。1950年に文部省職員の金子帝と再婚するが1957年に戸野村が1960年に帝が相次いでガンと診断され、夫婦で 闘病生活を送った。戸野村との死別から4ヶ月後、帝も乳がんで死去した。長男は遺伝学者の戸野村明で、北海道大学理学博士、東京医科歯科大学名誉教授、NPO 法人、食品と暮らしの安全基金の世話人代表。滋賀県東大見市にある5ヶ所大見商人に屋敷、戸村しげ現在、戸村しの成果は、 五箇所を大見商人に屋敷、戸野村茂げとして保存、公開されている。戸野村茂げの蔵では、戸野村茂文学館として、戸野村にまつわる資料を展示し、その業績を検証している。ありがとうございます。